グレーブディガーは、ドイツ出身のヘビーメタルバンド、アクセプトラと並び、ジャーマンメタルの早々期から活動していたが一度、解散。1990年代の再開後、コンセプトアルバムを中心とした作品スタイルを展開した。1980年、クリス・ボルテンダールらを中心に結成。1984年、アルバム、ヘビーメタル・ブレイクダウンでデビュー、ノイスブームの流れを組んだ。 ヘビーメタルサウンドで人気を博す。1986年、レコード会社の意向で、ディガーと解明し、ポップな音楽性を取り入れた、ホースアルバム、ストロンガーザンエヴァーをリリース。バンヘーレンのような路線変更の再現を狙ったが、ファンには全く受け入れられなかった。低迷を招く要因ともなり、バンドは翌年に解散する。1991年、ボルテンダールは、 不本意な終わり告げたバンドの改善を図る。リズム帯を刷新してバンドを再編。1993年、スタイルを原点に回帰させ、さらに宣伝化したフィフスアルバムザ・リーパーを7年ぶりにリリースし、ライブ活動を再開。以後、1から2年ごとの間隔で作品をコンスタントにリリースするようになる。バンドは今後の展開としてコンセプトアルバムの創作に取り組むようになる。 1994年のミニアルバムシンフォニー・オブ・デスと1995年のシックスアルバムハート・オブ・ダークネスはその日長としてリーを漂わせた1996年正式にコンセプトアルバムと銘打ったセブンスアルバムチューンズ・オブ・オーをリリース以降も歴史、伝説、神話などを題材にしたコンセプト作品の創作を継続 キーボーディストを加入させて、さらにエピックメタル路線を推進させる。同年、初来日公演、スロベニアトールウィン公演2001年、結成20周年を記念し、バンド名を冠した、10スアルバム、ザグレーブディガーをリリース。2008年、初のツインギター体制で制作した、14スアルバム、バラーズオブ、A ハングマンをリリース。再び、シングルギター体制に戻り、2010年、 節目の結成30周年に15スアルバム、ザ・クランズ・ウィル・ライズ・アゲインをリリース。翌年には、セブンスアルバム、チューンズ・オブ・オーを再現した、記念のライブアルバム、DVD、ザ・クランズ・アース・ティル・マーチングを発表する。自作、クラッシュ・オブ・ザ・ゴッツ、2012年まで、コンセプトアルバムを継続。2014年、従来のコンセプト路線に終止符を打ち、セブンティーンスアルバム、 return of the reaper からスタンダードな作風に回帰。以後、19th ィーンスアルバム the living dead 2018年まで作品を発表。1980年代はノイズブームにも影響されたパワーメタル寄りのサウンドを展開していたが、再始動後の1990年代では従来のスタイルに加え、前述したコンセプトアルバムを試行するようになる。その諸女作であるセブンスアルバム。 チューンズ・オブ・ォーから、ナイツ・オブ・ザ・クロス、エクスカリバーまでを三部作として、スコットランド戦士、十字軍、アーサー王伝説などの中世ヨーロッパをテーマにしていた。創作はその後もとどまることがなく、ラインの黄金やギリシア神話など、ほぼ何かしらをコンセプトにしたエピックメタルを展開していたが、2014年作品以降からは、スタンダードな作風に回帰している。 2019年9月時点、ありがとうございます。